どうもこんにちは。やってまいりました。今日も京都で伝説の戦士が降臨してしまったと。どうもこんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。どうもこんばんは。どうもこんばんは。元気ですか？絵を描きます。やっていきましょう。すっきりした？うんこめっちゃしたわ。うんこした。血は出た？血も出ました。うんこしましたし、血も出ました。よし、やるか。書くぞよ。この間までね、カオルちゃん書いてたんですけど、それをまあ途中で投げ出してると。あれ、あ、やべ、パソコン再起動だ。ペンタブが壊れてやがる。パソコン再起動です。すみません。これどうにかしてできないのかな。さようなら。ティティトゥン、ティンティティン。あれが狂ってんだよね。なんて言うんだっけ。なんかどうにかして直せねえのかな、これ。ペンタブの設定みたいなんで、ないのかな。ペンタブが壊れてます。ペンタブレットが壊れてる。お！トラブルシューティング。なんか変なんだけど、壊れてる。壊れちゃってるわ。じゃあ再起動してくるわ。ごめんね、待ってて。ちょ、
あーい、あいあい、あーい、あいあい、かーい、かいかい、愉快、痛快、怪物くんは、怪物ランドのフズンドゥドゥ。こんにちは。皆さん、帰ってきました。私は帰ってきた。こんばんは。帰ってきました。私は帰ってきました。書きます。書きましょう。西園寺琴香ちゃんの絵を、我らが西園寺琴香ちゃんの絵を描きたいなと思っておりますゆえ、よろしくお願いいたします。さあやっていこう。ピポポーズ、ポーズがな、思い浮かばねえんだよな。結局いつも何かを思い浮かべようとすると、それはポーズが思い浮かばないのであると。いいポーズはこのタイミングでパリサとかスナリナとかここ答えがけばバズれそう。いかりゃく、あー、まあでも今日あれお誕生日なんで、ことかちゃんが、西園寺ことかちゃんがお誕生日なんで、それを書こうかなと思っている所存でございます。そろそろフォトスタジオ使おう。フォトスタジオ使う？ポーズ思い浮かばねえんだよ。ああ、ポーズがフォトスタジオのポーズってこと？なるほどね。それはまあ、憎めないというか、否めない。ポンポポポポン、ルンララルララ。まずは西園寺ことかで検索しよう。そういや、デレスポコミもまだ見てないよな。あ、忘れてた、そうだ。そういえば見てねえや。書ける？書けるね。バリサ喋ってるのに。あ、バリサ喋ってんだ。まだ見てないのかよ。やば、忘れてた。完全に忘れ申しとったわ。まあ、ことかちゃんといえばお上品が、お上品さというか、そういうところが、まあ、サクッと書けるようなね、感じでやっていきたいなっていうのは思うんですよね。頑張りましょう。頑張っていきましょう。エーザイ。デレカイ一度ヤガオが似合うアイドル。どやー。どやーもいいよね。でも。ただ俺髪型がなんか工場の特訓前のティトゥトゥトゥン髪型が好きなんだよね。サヨンジのことか。って叫んでる絵にしよう。あ、面白い。面白い、それすっごい。ててきついている。
ついているとどうなるのか。西園寺のことか。てて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 て。てて眠くなってきたね。なんか流したら。そうするか。バンされない程度に流すか。やっぱ気持ちを上げていかないといけませんからね。ドドンとカレイにトゥルステン。生きてく証はさ叫ぶようにさあ、てれてれれれれてれれてってってってて、てんてってんてれてれすてん。え、元ファイルが見つからなかったために。そういや、保管庫更新止まってね。あ、今っていうか誕生日って日付変わった時にすぐタグ付きで上げてるよ。イカ略。まあ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 、そういう日もあります。今ね、保管庫今溜まってる。今頑張って今保存してるから待ってて。音でかいか。いや、こんなもんか。今めっちゃ頑張って保存してるから待ってて。大変なんだ保存が。インチ配信結局そのまま上げててくさ。めんどくさかったな。聞こえる。でもほぼ同じになっちゃうんだよな、公式のやつと。こうするとつまんねえよな。私はあなたのふわふわラビットファン。知ってほしいの。なんかサクッとかけるいい感じのポーズないかな。チュッチュ。みんなどっから思い出ついてんの、ポーズとかって。何を見て学んだの、構図とかポーズって。何を見て学んだんですか。構図で検索しよう。女の子、想像力が豊かなんだろうな。すげえな。想像力が貧しい私からしたら。まあ、その辺の絵パクるのが一番いい。ピクシブからパクローズ。ピクシブ。エロい絵しかねえ。ピクシブで人気の絵。ピクシブで人気の絵、エロい絵しかねえじゃねえか。
うんでだよ。エロくないのもあれよ、せめて。全部エロいじゃん。ここかっけえな、ラビットバーのここ。誕生日に18金絵を紛れ込ませていくスタイル。紛れ込ませていくか。エロ、エロの。ビクシブはツイッターから追いやられたエロ絵師の逃げ場にな、イカ略。それある18ページ開いてるだけじゃない。ちゃう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 。エロばっか、ランキングがエロばっかになってんだよ、イラスト。あ、そうでもなかった。でも半分ぐらいエロいわ。半分ぐらいエロい。おっぱいが大きい、みんな。乳がでかい。みんなやっぱおっぱいが好きなんだな、こういうのを見ると。みんなおっぱいが好きだっていうことが判明しました。ありがとうございました。初見さん、こんにちは。今はアイドルマスターの西園寺ことかちゃんという女の子を書いてます。おつぱいと聞いて。おつぱいは書きません。おつぱいはみんなが好きだなっていうのを今に再認識したってだけで、おっぱいは書かないんですよね。構図が思い浮かばないんですよ、私。あれが貧しいので、想像力が貧しいなので全く思い浮かびません、構図が。みんなどうやって思い浮かべるの、構図。すごくない？人々、絵描きの民たち。おつっぱいの構図、おっぱいの構図ではないです。まず描きたい構図が浮かんでから描くんでしょ。ああ、そういうこと。絵描こうじゃないんだ。絵描き始めます、構図とかではないんだ。逆なんだ。棒人間描く。へえ。可動フィギュアいじる。ああ、可動フィギュアいじるか。書き始めて構図決めるよ。え、そうだよな、書き始めて構図決めるよね。絵を描きたいな、じゃあ絵を描こう、さあどうするっていうところだよね。デレステでガシャ回して悔しがってるシーン。金持ってっから当てられるでしょ。で、手持ちのアズニャンのフィグマでポーズ決めるか。アズニャンのフィグマ全然動かない、可動範囲狭い。ただそれは素人絵だね。素人絵、何、描き始めて構図決めるのは厳しい。じゃあ俺素人絵じゃん。ダメじゃん。下り坂を。ゆっくり。イカさんは明確に描きたいものを描いてる感ある。俺も描いてるもの描くよ。西園寺ことかちゃんを描きたいのだと思っている気持ちはあるよ。西園寺ことかちゃんを描きたいという気持ちはある、あくまで。ただストレートにこっち向いてピースしてるだけでもいいんじゃね。そんなんでいいんすか、本当に。怒られませんか。描くときどう見せるかテーマを決めて上手い人は描く。へえ。
ずっとずっと I just be my man トトトトン。心に響くイラストを描くっていう本買おうかな今から響かせるために。なんかふわっとしてる感じがいいよね。やめときな、むついよ。うそ、俺得意だよ割と。それでやめとくほど俺は人間ができちゃいねえからよなんか強いやつが あんまり強くないけど強靭な敵に、そのキャラも参加してるイベントコミュとかに関連したシーンとか、いかやく、あーそういう感じか、まあ、やっぱ高いところが怖がってるイメージはあるよね。マジで人の心に響く絵は難しい。高所恐怖症なんか、確か高所恐怖症じゃなかったっけ、俺の記憶が正しければ。でもなんかなイベントでなんか高いところで仕事があるみたいなので、でも高いところ怖いですみたいな、でも頑張りましたイエーイみたいなコミがあった気がする。そんなコミが確かあった気がする。オーダーベイチャ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 。ほとかちゃんが下ろしてる髪好きなんだよな。でまとめてる髪も可愛いよね。西園寺結構人気あると思ってるんですけど、どうなんです？いや、あるんじゃない？声なしの中では。しかも最初期メンバーだし、モバマス。どうなんだろう。俺は好きだし。構図は表紙一覧見るといい。敵に行った構図描く。表紙？何の表紙？何かしらの？LO とか雑誌の表紙に書かれてる絵とかじゃね。あ、そういうこと？何かの表紙ってわけじゃなくて別に
だからなんか固定のものの表紙ではなくてシンプルに何かの表紙ってことか。何でもよい、漫画、小説、エロ、服と。なるほどね、そういうことか。美術系、ダンサー、ミュージカル、バレエ。などが個人的にはおすすめです。首投げ。ででーん、なんだろうこれ。あ、ヘッドホンが下向いてたんだ。そういや、ことかってノバマスイベントでカオルと絡み合ったな。いや、本当？あとは熟女系、可愛さの売りがないので意外と構図にこだわって、イカ略。へえ、ガチっぽいね。なんでこんなマイク今日このパーカーに当たるんだろう。ふと思ったんだけど、こういう配信で音読み流すの著作権的に大丈夫な、イカ略。ん？まああんまり良くない、グレーゾーンというか。あんまやってないかな。ケモフレは怒られる。ケモフレは怒られるね。ニコニコは権利的には OK。 なんかこういう背景の BGM として使ってるときはニコニコは一応なんかニコニコがなんかやってるから大丈夫らしい。確か。ことかとカオルはお友達なんだぞ。まあそんなこと言ったらゲーム配信とかもダメだからな。
お友達なんだ。そのコンビ今度見よう。首投げん。この曲好きなんだよね。モーコとかのエイロイが上がってきてんで。まあやっぱりレイジに上げる人はいっぱいいるでしょうね。輪郭むず書けね。引退だ。おう。おう。アマミはるかです。イエイ。頭の色。この男の人が大好きですっていう歌詞でも結構揉めたことがあったらしい、過去に。アイマスティーはめんどくさい生き物だ。マジか。いつの時代も炎上してんな。これ絶対聞いてないだろ。アイマスフィーはすぐ炎上する。今日は黙ってて。おう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 。時はあるさ。おうおう。できるといいのだけど。
まああくまで聞いた話だから本当かどうかわかんない、本当に炎上したかどうか。アホ毛があるんですね。いや、ある時とない時があんな。ユキホが男の人大好きですって部分だけ切り取ったんだよ。なるほどね、やるじゃん。一応あるアホ毛みたいな。団結2020でスタムスのメンバーで出さないかな。あー、おもろそう。それはそれで、まあ、そしたら団結に入れなかったってまた揉めんだろうな。おうおう、すげえ長くなりそうだけど120分ぐらいなんじゃない。カラオケで歌うと嫌われる曲みたいになりそう。団結一挙人心。これですら結構長いからね。13人でも。目どんな感じ。こんなにあれしないか。アホうわぁ、巨大化、攻撃力が2倍になる。相手のライフポイントより少ない場合、自分装備しているモンスターの攻撃力は2倍になる。で、それ遊戯王カードの巨大化やないかい。これカラオケ入ってないよ確か。入ってたっけ。あ、この曲はカラオケには入ってるよ。カラオケには入ってる。おうおう、カラオケで歌うと長い。みんなまとめてアイドルマスター。みんなまとめてアイドルマスターなんだよなあ、みんな。そうだろ？だから炎上してもそれもアイドルマスターなんだよな。4、5、6。聞いたよ。こんにちは。
わうわいいじゃんいいじゃん。結局クリアしたの。いや何の話。ファイト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 魔界村かい。まあ気持ちではねクリアしてたかな。魔界村の話したくなさそうでくさ気持ちか。魔界村の話したすぎてたまんねえわ。風化しちゃうとね、この悔しい気持ちを風化するために。いいじゃんいいじゃん。いいじゃん。バイ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 。いいじゃん。そうだミスってヘマやったっていいじゃんって言ってんだからいいんだよ。ミスってヘマやったってアイドルマスターが。いいんです。なんか違うな。まあこの前のあれは何が一番の過ちって配信のテンポだからな。ミスったっていいんです。最強の言葉どんまい。だから目より目だな。より目よりよりより目。どこ向いてんのか分かんなくなってきたな。というか最高評価6割超えで失敗ってのもすごいよね。まあ普通プレミアム会員だけで延長放送を見た人でも6割っていうのはなかなか怒ってる人がいたんでしょうね。分かんなくなったらこき直せば。こっちもいいかも。でもこき直すの大変だからな。暗黙の了解で 96.1% が最低ラインみたいになってるから ああいう公式放送であそこまで低いの見たの久しぶりだね。だいたい公式放送とかって評価高かったりするから。好きな人しか見てないしね、ああいうのって基本的に。暗黙も何も個人で操作無理でくさ。
で、大体みんな星5つけんだよな。星5っていうか、一番いい評価。え、なんかシャッフルなってなくない？ほんとシャッフル？あ、シャッフルなんだ。同じアルバムの曲が3連続で流れた。そんなことがあるのか。シャッフルでも。こんな眉毛太くないか。まあいつかはそんなこともあるよね。こんな眉毛太くしたらあれになっちゃう。そういや信号機はゲームに出ないんだっけ。まあまだ上がんないけどね。今んとこ出ない。DLC で増えるんで、ショと言われたりモッドで増やせばいいじゃん。いかやく。まあ、まだわかんねえ、なんもわかんない状態での。あ、だから批判もできねえよ。今叩きたいやつは何しても叩く。今叩いてるやつら、多分。なんか目の形変な。765プロが各事務所にお願いしてメンバーを集めてるんだから主力。いかやく。ああ、そう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 。なんかそれ俺も見たわ。ナムコプロ。私もそのツイート見たわ。わら。それで伸びてたんだろうね、多分ね。俺も見たもん、それ。ミリオンだけ信号機いるんだっけか。だからやっぱナムコプロだしね。ミリオンはナムコプロですから。信号機ばっかり揃えても話面白くならない。みんなやっぱユニットの外に出ることが試練になりやすいキャラってのに。イカリアくん、やっぱ信号機はみんなキャラ似通ってるからね。言うて本当にまあ元気っ子、元気っ子、クールっ子、なんか可愛い。似通ってる。似通ってるでしょ。一応なんていうの、その在なんていうのあれじゃん。そういうなんていうの、似通ってるっていう言い方は似てね、似通ってないけど、そのメイン、主は一緒じゃん。主は。まあ、カオスのアイマスの中では近い方が確かに。土台は一緒じゃん。土台は。なんか絵下手だな。主軸はな。そんな全く同じキャラ作んねえだろうし。なんでこんな当たんのマイクが今日。赤だけだいぶ違うけど青ときは似てるかもな。確かに。多分シャニはイルミネから一人出すだろうけど、これライブ音源多分なんか CD に入ってる。
応援ビクトリーの紅白応援ビクトリーの CD に入ってた曲。ライブ音源こんな歌うまいの。アイドルマスターはやっぱ歌うまいと思うよ。ま、わっていうかアイドルマスターしか知らねえけど。出して面白そうなのは日和かなって思うけど。でも日和ももう言うて割とみんなもう丸くなっちゃってるからな。まだ日和が一人で助けて多少ピッチ調整はしてると思う。助けて魔の巡るって言ってほしいよね。助けて。あ、確かにピッチいじくる時間はいくらでもあるな。わら。切れたナイフの頃の千早と絡んでほしい。日和は身内になれただけで外ではコミュ障じゃないかね。なあ、なるほどね。それはありそう。まのちゃんとめぐるちゃんに。だ結局いつの時間軸かにもよるしね。ひよりちゃんの中の人、アイマス以外。やべえ人なんだなっていうの。アイマス以外でも見るようになってきた気がする。本当に？ひよりちゃんの中の人がやべえ人なんだなっていうのは分かった。この間の公式放送で。だから初期のマミにきつい言い方したみたいなムーブをまた見れる。イカ略。と同時にアイマス以外でもあの調子でこうぶったり。やば。ひよりちゃん、語彙力存在乏しいのよね。結構やべえやつ感あって好きだよ、俺。見てて面白い。テテ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 テ。天下に対して天下さん呼びの日和好き。まあ年上だもんな。ふふ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 。そういや餃子の紙芝居も中の人じゃなくて日和ちゃんのヤバさかイカ略。まあ日和がね、どっちとも大概じゃねえか。やっぱ似てんのかな。
ひよりちゃん完全にネタキャラみたいになってるもんね最近ね。でもアマナはアマナ呼びなんだよな。え、そうなんだ、知らんかった。お守りもそうだし。じゃああれなんだ、日和の中で天下はあまりと関わりづらいタイプなんだ。アマナがコミュ力高いだけな気がする。ああ、アマナって呼んでね。みたいな言って。呼び名は潜在意識の距離が現れるぞ。アマナって呼んでみたいな。待って。あ、アマナ。みたいな。下りが。アマナちゃんとヒヨリちゃんは相性いいだろうな。あったのかもしれん。イエーイ。めぐるとアマナって似てる？少し。そう？まあ元気だ。元気であり、どうだろう、似てるかな。どっちも可愛いっていう点ではにおいては似ているかもしれませんね。結構物おじしないし、赤青黄色で分けたら黄色かもね。赤青黄色が赤青黄色がミリオンの関係でよくわからんのよね。上級編はどこですか？もうエッチだよね。だって初級編でキスって言っちゃってんだよ。だってその先っつったらもう中級編で何すんの？じゃあチューしちゃってんじゃん。中級編はペッティング最低だよ。ABC じゃねえんだよ。ABC。ABC か。ABC じゃないんだから。ABC って何？A が中かい。ABC。中級とかもう触ってるでしょ、いろいろ。なんて言うの ABC って。カップルかな。なんて聞かせて。恋愛の ABC。A、キス。B、ペッティング。C、エッチ。コメントが ABC で溢れるの笑うんだよな。おっさんしかいねえだろそれ。ペッティング意味調べたら男女間の愛撫、男性器の女性器への挿入を除いた性行為である。へえ。てかさ、おかしくない？ B と C で分かんない、分けなくない？もう B まで行ったら C じゃん。愛撫と直球。A はまだわかる、キスはわかる、もう B まで行ったら C までの特急じゃん。そうっすね。そこ分ける必要なくない？そこ分けてやることあんの？そこ分かれんの？ ET なのかもしれない。
ABCDE ってこと？うまいこと言うね。このアリは含めないんじゃない？なんかや生々しいな、まあ、深夜だしな。逆にそこで止まることあんの？ B で、いやー B までなんだよねみたいな、まだまだ B までなんだよねみたいな、そのことある？なんで翼の曲からこんな話になるのか。みんな一度は知ってるんじゃないか、まあ、B ができて C ができないのはそれはもう別なとこに問題が。早くそうだよね、そういう関係なのかな、もしかしたらそれだけはしないみたいな、そこまでだったらいいけどそれ以上はしないみたいな。ことかを汚すな、そういうことなのかもしれないな。可能性で言えばぬいぐるみかわいいね、かわいいよね。ないないって誰の曲だっけ。これは結構いろんなキャラが歌ってる曲、オールスターズのなんかいろんなキャラが歌ってる曲。俺今流してるのはミキミキの99 Nights。 なんか変だな、なんだろう、目でけえのかな、なんか顔が。門限あるから最後まで行くと応戦の時間が足りないから分いかやく。門限あるから最後まで行くと応戦の時間が足りないから分けるんじゃないの。なるほどね、なんかリアルな、リアルだね。その一番理由として真っ当かもしれん。応戦って何ちょっと待って調べるわ、分かんねえ、俺調べよう。わかんねえことは全部調べるのが一番。マットってなんだっけ。二人が会う折、面会の時、特に男女が。あとは実家だと B で泊まりがち。密かに会うこと。へえ。大勢は会うだけだよ一応。密かに会うことらしい男女が。密かに会いて、俺もなんか僕と密かに会ってみませんか。密かといってもハンターハンターのキャラクターではないので、あしからず。会えません。密かにはじゃ、ね、でも書いたんで密かに会う王政の意味のところに。門限の時間を絞られると監視が厳しくなって家電同士で連絡取り急やく。なるほどね、もしかしてその世代を生きた人間かい、その時代を生きた人間のコメントかもしれないな。これはチャ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 、生き証人シーラカンスのような生きた化石かもしれない。まあこの曲でも炎上するぐらいだからな、アイドルマスターは。自分の足でシンデレラが歩いただけで炎上する。そうだって書いてある、20代の人は知らないって書いてあるよ。20代の方は分かりませんねみたいな。私の世代じゃ何一つコメントできないくらいジェネレーションに怒り、いつの間にか誰も言わなくなったな。ほら現在これも炎上したの、わらわら。これも炎上したよ、なんかシンデレラが自分の足で歩くはずがないみたいな。俺たちいらねえじゃねえか、自分の足でシンデレラが歩いてもらったら俺たちプロデューサーは何のために存在してるんだっていう意味わかんない理由で燃えた。次から次と炎上案件出てくるからな。俺たちの存在はな、お前らが自分の足で歩いちまったら俺たち何をすればいいんだよっていう。現在50代後半である私の母親が青春時代によく使っていたと語るくらいなのでって書いてあるよ。だからこの人は50代前半。証明完了。
なんか変だな顔。いい感じに描けそうなのに顔が変だな。消すか。顔は可愛いんだよな。なんか俺絵下手かな。なんか揚げ足取りにしか聞こえんなシンデレラのやつ。ポケベルって大発明だったんだろうな。目のライン上下にずれてない。目のラインがずれてる。ここ？友達のちょっと年の離れた兄貴の話だから人づて必死ですね。必死ですね。何か必死さを感じられます。まあいい、まあ、顔消すか。40代はいっぱいいるからな。オタク、しかもアイマスオタクなんて大体そんぐらいでしょ。マジで、歌姫庭園とか行くとおっさんばっかでびっくりするよ。なんかえ、おっさんばっかじゃん。アイマスオタクっておっさんしかいないのかなと思うぐらい。50超えたら一気に減る気がする。おっさんしかいない。チュチュルチュパヤパ。オタクの40代ってなんかめっちゃ年取ってる感じある。周りの人の年齢とかあまり気にしないからな。そんな歌姫偏っていかりゃく。わかんねえ、なんかおっさんばっか見てるのかもしれない。俺もしかしたらおっさんが好きなのかもしれない。心のどこかでおっさんのことが好きなのかもしれない。で小汚ねおっさんがいっぱいいるよ多分。見た目おっさん多めな気がした。多いよねおっさん、まあ、見た目がおっさんだけどもしかしたら二十歳とかもピチ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 かも。ライブは20代多いのに即売会は年齢層濃いのなんでだろう。まあ、やっぱ即売会って言うて金持ってる人じゃないと。でもライブも結構みんなハゲてるよ。ライブもなんかね、だいたい前見たら一人はハゲてる。絶対ハゲてる。老けた20代ってだけで本当に20代なんじゃないよ。というか40代まではいても違和感感じないから気にならないよ。イカ略。みんなハゲてる。なんか分かんなくなってきたな。何が正しくて。それハゲが目立ってるだけやん。何のために生まれて何をして生きるのか分からないまま終わる。チュチュチュステテパーデイステンデイ。30や40行くと大抵ハゲ始めるからな。俺もハゲ始めちまうよ。ハゲてるよ。あー、いつも頭にタオル巻いてるからハゲるかもしれない。あー酔ってんのかって。なんかたまに自分のさ感情が制御できなくなるんだよね。怖い。たまに自分の感情が制御できなくなるんだよね。怖いんだそれが。俺はそれか弱いだよ。くさカレーかい。もしかしてたまになんか自分が抑えられない。助けてほしい。抑えてる時あるんか。か弱いライス。か弱いライス。年取ると思ったことなんでも口に出すから、その結果が親父じゃ。イカ略。そうらしいね。でも親父ギャグ普通に面白いと思うんだよな。急に言われると不意に
不意に親父ギャグ言われて笑わない自信がないわ。笑わない自信がない。笑う自信はある。ん？笑う自信は分かんない。日本語難しい。感情制御ができなくなるのは前頭葉の制御力が足りなくなってくる。やばい。俺の前頭葉制御力がなくなってきたかもしれない。もしかしたら。なんだろうな。なんか分からん。まあ、その辺は先祖が近い人かどうかだからね。なんか顔が全然変。顔が変。ん？子供の頃からダジャレ好きなの。好きかも。酒に酔うってのも前頭葉の麻痺みたいなもんだからな。私も疲労たまると感情的になるわ。好きかも。とりあえず鼻くそはもう10年ぐらい書いてるから、10年ぐらいは好きなんじゃないかな。チュッチュルチュッパヤパン。好きかもって単語何回も言うね。好きかも。エモいって言葉もう古い印象ある。今なんて言うのじゃ。そういやウロボロスの漫画親父ギャグしかなかったわ。そんなことないけどね。それはにわかです。それはウロボロスにわかです。完全にチッチッ。ブルーミーマジ好きよね。いい曲よねブルーミー。本当にいい曲。難しい単語いっぱい使ってくるし。エモいってそもそももう10年は経つでしょ。そうなの。俺最近できた言葉マンジでさえ過去の言葉じゃよ。マンジ、かゆ指。なんか顔変だよね。オタクは高まりとかよく使う。高まりだだ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 高まりマックス。全然全然全然出てみたい、してみたい、でりりりりり。まっすぐに感じよう、いつもバタペスタチンクイヨウ、飛ばせんちゃんダブルマン、パラサンディバンブー、大丈夫。オタクもパリピも涼しいって言うの好き。ハヤがあっててブーミー。デグステンデデデデデン。バガステンデデン。マジ神ですとか言うよね。マジ神くー。エモーい。瞬間的テプ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 チタリーイテペステンガンダメンガンダムガンダム RX78ガンダム、泣きアニメ通って最近よく聞く。ガンダム、ガンダム、ガンダム、RX78、ガンダム、ガンダム、RX78、ガンダム、RX78、ガンダム、ガンダム、ガンダム。ドゥ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 。泣きアニメ通って、へぇ。俺も言うわ。泣きアニメかよ。ふざけんなよ。帰れ。萌えアニメ見せろ。斧が壊れてるんだけど。壊れるよ。人っていうのはね、簡単に壊れます。皆さんも気をつけてください。絵が描けないと、思っていたように絵が描けないと人っていうのは簡単に壊れるんです。怖いですね。
行こう。遠回りしてもいい、信じ続けていたい。まあ人間って傲慢だからね、仕方ない。絵描いてる人はみんなわかると思う。絵が描けないとみんなこうなると思う。みんなこうなってんだよ、絵描けない人、描いてる人って。描けなくなるとこうなる。はあ、描けまへん、助けてください。まだまだ。俺はまだやられねえぞ。たあ。てててて。てててて。てててて。くく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 ピーチャブー。あ。可愛くなってきた気がする。なんか何がどう整ったのかわかんないけど、まあ、こうなったらやめて休むことを勧めるよ。可愛くなった気がする。ラッキー、ラッキー、ラッキーボーイ、 I'm a lucky boy。 なんかわかんないけど可愛くなってきたよ。可愛くなってきたよ。どういう理屈かわからない、でも可愛くなってきた気がする。だから大丈夫、だから大丈夫、多分大丈夫。え、これシャッフルになってなくない？まつげの角度がバランス取れたからですね。嘘だ、そんな簡単な話ではなかった。正直それで治ってんだったら迷っていなかった。俺も俺とて壊れっぱじゃん。こっちも努力があったからな。多分輪郭とかかな。壊れてると思うだろ。人はそう簡単には壊れません。人を甘く見るのも大概にしろよ。どうぞどうぞ。うわあ。ディ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 。ちょっと髪の毛うざくね、前髪うざくね。前髪を止めるやつってどっかないんですか、ヘアバンドみたいな。ていうかおでこから顎まで線引けばよかったのでは。は、どういうこと、何を言ってるの君は。よし、そんな簡単なもんじゃない。問題では解決できない。それが絵なんですよ。理論じゃない、パッションです。絵は顔の球体を視覚的に認識しやすくするための補助線。アッキーって両面にした方がいいのか迷っとるわ。あ、はいはい。アッキーって両面にした方がいいのか迷ってる。どういうこと？片面でよくない？絵の描き方なんて人それぞれなんでね。俺は割と線描くと描きづらいタイプだから描けて入れてないだけです。苦手なんです、線入れて当たりとんの。あ、そうなのか。いや、こうするとこっちも、なんか足かゆ、虫止まってない足に。足死ぬほどかゆいんだけど。片面白だと、なえたりしないかな。え？俺じゃあみんなになえてるものを配ってるんだけど。俺みんなになえてるものを配り続けてるんだけど、そしたら。大丈夫でしょ？
むしろ片面白が一般的かな。はるかです。え、両面の一番大きなメリットは多分満足感、プレイリスト一周した。いや、さっきシャッフルをね変えた。多分シャッフルになってなかったからシャッフルした。俺あれ聞きたいんだけど、なんで曲ないんだろう。ドキュメント、じゃあミュージックの iTunes メディア。なるほど、片面にするわ。あれ？なくしたぞ。なんでないの？ドドンとカレーにーが聞きたいのに俺ないんだけど。生きてる証をたけんでんでんでドゥドゥ。あれどこやったの俺あの曲。ジェラジェチェンジェチェンジェチェンドゥドゥギー花火チェンチェペンテンテンチチチチスタテン。買う方に与える満足感って多分片面でも両面でも大差はない気がす。いかりゃく iTunes で整理しない派、しない派。なんかどこにあるのか全然わからん。多分くちゃくちゃになってると思う。この辺りかな。ないな。ないくね。検索すれば。検索したよ翔太郎。出れます。うい、なくした。んでだよ。あ、まあいいか、この曲好きだし。大好きな人の隣の席にいるのに話が噛み合いません。浮世花火はミリアですか。わかってるよ。別にいいんじゃないですかね。だって近くて遠いすぐ隣、二人はディグハグなオクシモロン、イエイ。弾けたりオクシモロン贈り物。実は CD を買ってない。そういうこと？違法ダウンロードってこと？もしかしてトレントってことかい？可能性はあるね、やっぱり。漫画村って可能性はあるよね、少なからず。振り向かせたい漫画村ですか。甘すぎ、甘すぎ。ミュージック FM なんだっけそれ。違法音楽ソフトだっけ。俺は違法音楽ソフトでもしかしたら聞いてたかもしれないな。ティーク、私はこの iTunes だな。あ、俺欲しい曲があったん。顔なんだっけ、なんとかチェリー、チェリーなんとかかんとか買うわ。ハーグ、俺マジ絵描くの遅いよね。俺本気で絵描くの遅いよね。まあそれが俺のいいとこだよね。別人違うし、それぞれなんだ。チェリー、違う、チェリー、メリー、チェリー、チェリーカラードラブ。そう、チェリーカラードラブ。
チエリの曲じゃない、チェリーカラードラブ。へえあんのかな iTunes 買わしてくれよ、チェリーカラードラブ。まだねえのか、もしかしたら。買わしてくれ早く。あったー、嬉しいっすー。買わしてくれー、買わしてくんろー。 iTunes が固まった。お、うわ、これもかっけえ。なにこれ、クソかっけえ。最近ミリスタ触れてないな。2曲とも買うしかねえだろこんなん。うわ、2曲とも買う。これ500円もする。もういっか、買っちゃうお。買っちゃうお。ドラマのこと考えると CD 欲しい。わかる、それはわかる。え、パサード違うって言われた、怖っ。そうなんだよな、ドラマ入ってるからな、 CD 買えば。まあそれは今度レンタルするわ、ドラマ CD は。音源がとりあえず聞きたいという気持ちの時は、買っちゃうお。あれ買ったの俺今。買わしてくれよ、2曲とも購入する。よし、買ったぜ。クククククク、買っちまったぜ。聞こ、いや、まだダウンロード中だ。クこんな重いのか、回線速度が壊れたか、もしかして俺の配信で。はい、あーん、めっちゃいい。イントロダクションからいいわ。ありがとう。やべ、回線速度破壊されてる。やばい。ちょっと一回、あれするわ。今日ようつべの時から回線おかしくね。嘘、YouTube は別に大丈夫だった。今おかしくなった。で、最近回線おかしいんだよ。ルーター買わねえといけねえ。ちょっと一回、ルーター再起動してくる。I jump, go to pull the chains, take it down, jump in days. I'm going to go, nay, yay. Usurus, do, 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 こんにちは。元気ですか皆さん。僕は元気です。さあやっていきましょう。本日とて。今日も今日とて、やっていければいいなと思います。お花の水が、お花の水がお出になられておりますね。取れますか？取れませんね。引退です。ハッピーバースデー、ことかちゃん。何歳でちゅか、ことかちゃん。今日で何歳でちゅか。あれ、配信止まってる？もしもし。目を大きく描くようになったりした。嘘、マジで？目でかい？もしかしてだけど。いや、昔からむしろ逆に小さくなってるつもりではあるんだけどな。そんなことないかい？配信できてる？大丈夫？またなんか回線速度おかしいわ。え、なんなの？こいつ。このパソコン。
パソコンじゃねえよ、ルーターだわ。このルーター何なの？回線速度が安定しなさすぎる。何それ、いつもの10分の1ぐらいしか出てねえじゃん。やる気あんの本当にお前は。俺も目最近小さめに描くようにしてる。なんか最近の流行りだよね、目ちっちゃいの。最近のムーブメント。まあいっか、ちょっと止まったらごめんな、止まったら言ってな。最近のムーブメントだからもうちょっと気持ちちっちゃくしますか。じゃあ目大きい方が可愛くない？なんで最近目ちっちゃく描くの流行ってんだろう。現実の人間にそんな目がでかい女はいないってことに気づいたのかな、オタクたちが。もしかしてはっ、現実の人間にこんな目がでかい女の子はいないんだ。気づいたかオタク。少女漫画ぐらいでパクしよう。オタクめ、気づいてしまったか。うん、やっぱさっきのが可愛かったわ。曲げない、自分を曲げないでいいよ。誰かに言われて曲げるぐらいじゃそれはもう自分ではないのだ。俺は自分を、ミクは自分を曲げないよ。でも目でかいのに慣れすぎて不安になる。顔は自分を曲げないよ。目小さくすると桃人豆腐先生っぽくなるね。杏仁豆腐先生っぽくなるだろう。やっぱ俺といえば生きる杏仁豆腐と呼ばれた男だからさ。まあアイマスに影響されてっから杏仁豆腐っぽくなるのは当たり前なんだけどな。褒め言葉でございますわ。ここ最近ゴリゴリアイマスに影響されてるから。影響されたものって出ちゃうよね。出ちゃうよ。なんかいつも俺別にこんな絵柄じゃなかったんだけどさ、なんかアイマスのキャラの絵ばっか描いてたらアイマスみたいな絵柄になってた、いつの間にか。別にそんなつもりなかったんだけどね、アイマスの絵ばっか描いてたらなんかいつの間にか、なんか意識して変えたわけじゃないんだけど絵柄を、アイマスっぽい絵を描こうとか鼻くその面影もないよ思ってたんだけど、なんかアイマスになってたよね、いつの間にやら。鼻くその面影がないんですか。鼻くそ、鼻くそ時代、確かに鼻くその絵柄からは変わってる。鼻くそ時代の絵、肌クソ時代の絵がないですね。鼻クソの絵柄はだって意図して変えてるしな。あーでも鼻クソの時より絵上手くなってんな多分。鼻クソの時絵上手くねえや。俺そんなに。これかわいいね。でもね、鼻くそってもう更新予定ないの？いやあるよ。あ、そっか。ちょっと書くわ今から。ジャークちゃん。体の書き方は変わってない気する。耳出てなかったっけ、ジャークちゃんって。出てるはずなんだけどな。
書くのむず。こんなちっちゃい紙に書いてたの俺。こんなどぎつくないね。でもね、目ね、いやでもあんま変わんないかも。あんま変わんなくない？言うて。隣にあるものに影響されるのかな？今のことかちゃんは。この絵何年前？この絵何年前だろう。2年前。2年前じゃあんま変わんないかも。むずいな。やっぱ鼻くそは鼻くそになるかもしれん。変わらず。あとめっちゃすこの何キャンバスサイズがちっちゃいから描きづらい。なんか俺絵柄古くなってない？なんか絵柄古くなってない？なんか2000年代みたいな絵のタッチしてない？2000年代初頭みたいな絵のタッチしてない？なんで？過去に引っ張られた。タイムスリップしたか。これは多分引っ張られてる。確実に2000年代初頭みたいな絵のタッチしてるよね。なんか今の絵柄ですらない気がするもん。なんか2000年代初頭みたいなんだ。こんな感じですね。こんな感じになりましたと。こんな感じになったんですね。結局ね、ダウングレードされた可能性ある。結局その今見てるものに引っ張られるっていうのはあるかもしれない。今ことかちゃんの公式絵見ながら描いてるから引っ張られてるし。俺は好きやけどな。ありがとうチュッチュ。俺も好きだよ。トゥ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 
文庫ね。ワイも。全然俺も好き、君も好きだよ、チュチュ。ティ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 。初級おしまい中。ここ肩尖りすぎ問題。この線画をきれいにすんのがめんどくさい。ラフを。どうやったらラフをきれいにできるんですか、先生。うん、それは無理じゃな。ああ、先生にも突き刺さす。完成ですね。西園寺こと岡ちゃん。ぜひ、使ってみては。ただいま。はい。ハッかわピー。いい。ハッピーバースデー。できた。筆 記体みたいなんで書きたい。筆記体とか書ける人間になりたいな。俺も。デイで笑う。もう筆記体とか書ける人間になりたいな。なりたいな、なりたいな。筆記体とか書ける人間になりたいな、なりたいな、なりたいな。筆記体とかに書ける人間になりたいな。筆記体が書ける人間。なんかこの間見たらビッグスモールンが一人増えてたんだよね。びっくりしたわ。このネタをやる芸人ね。なんか3人ぐらいになってた。このネタをやる芸人が1人増えててびっくりした。俺はビッくんとスモールンだけじゃないと嫌よ。もう1人増TikToker える。になってたな。TikToker になってんだ。へえ。もう1人増えるなんて嫌だ。バー俺スは。デーって1単語？どういうこと？一単語でしょ。Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. この間友達のなんか誕生日かなんかで。5時。誕生日じゃねえな。なんかの時にこの歌を俺が歌ったら、それは歌うタイプの誕生日ではないって。歌うタイプの誕生日ソングではないって言われて、とほほってなった。もう5時かい。早いね。もうゴリゴリだよ。寒そうことかじゃん、この服着てたら。ごめんな。ほぼ。トホホってチョコちゃん似合いそうだな。とほほ。言ってんじゃない、いつも。一回が言ってるし、たぶんしかも、チョコちゃんだったら。こういう、丸いのに入って。ミリスタ久々に開いたら、担当がイベントやってた。ミリシタこの間80連チケットくれたよ。もらってないや。涙が両目から吹き出てる感じの。
涙が両目から吹き出てる。どう？汚いとことりあえず消すか。あ、でもこの間やってない人じゃもらえねえのかな、80連チケットって。あの時に、あのバグの時にミリ下を起動してた人じゃないともらえねえのかな。もったいないのに、もったいないのにゃー。腕長くない？ちょっと腕長くない？こんなもんかい。俺腕短いから。あ、ガチャがどうだろ騒がれてたな。こんなもん。俺腕短いから。見てみるわ。腕の長さがわかんねえや。俺の腕が短いがために。我の腕が短いがために、女の子の腕の長さがわからへんのじゃ。ポン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 。キャー、この人腕短いわ、キモい、すごいキモいわ。ありえない、こんな腕が長い人見たことないわ。腕が短い人だわ、間違えたわ。疲れたな、全然進まねえや。鋭角の、あ、プリコネやばい、ハード2倍と成績調査2倍が始まった。やるお、プリコネをやるお。休憩としてプリコネをやろう。シャキーン、メガネを装備しました。落書き枠、落書き枠です。ワクワク、落書きワクワク、作ってワクワク。再現ゲームスプリンセスコネクトリダイブ。あ、ゴロリがプリコネとコラボしてる。ワクワクさん、今日は何を作るんだい。今日はね、ゴロリプリンセスコネクトリダイブを作っていくよ。え、そんな、プリンセスコネクトリダイブを作るって一体どういうことなんだよ、ワクワクさん。この力を生み出した。そうだね、ゴロリ。それはどういうことなんだろうか、僕もわからないよ。いい、ワクワクさんにもわからないんだ、わからないんだったら僕もわからないよ。大変だね、ゴロリ。でも一緒に頑張っていこう。ウィー、もうゴリゴリだよ。じゃなくて森本レオだろ。旅の準備を整えて、より充実した冒険をいたしましょう。もうワクワクさんと一緒に何かを作るのは、チケット来てたわ。もうゴリゴリだよ。おめでとう。ちょん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 、チュチンチュポポポ。得意点みたいなやつの名前忘れちった。得意点。ディメンションゲート。この力があればもっと主さん。ふぅ。厄介な相手だな。手早く片付けましょう。クライマット通りです。突き出れターゲット。頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。最近バカほど宙へ逆転してんだよね。どうしたらいいかな。破壊、世界が破壊されるほど宙へ逆転してんだよね俺。どうしよう、
もう起きたら夜なんだけど、寝るのが朝だし、一番理想的な昼夜逆転してるよ俺。しかも毎日13時間ぐらい寝てる。どうしたらいいんだよそんなの。終わったな。みなみな、ぽいぽい。勝ちましたよ、主様。お、主様、なんでもないわよ。かわいい、キャルちゃん。よし、ハード2倍。違う。月曜日から合計7時間しか寝てない気がする。へえ。すげえや。ここにさらなる力を得るためのアイテムが眠っているみたい。どんどん。ドゥ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 。2倍。いっぱいだろ。いっぱいだろ。いっぱいだろ。え？どこから挑戦いたしましょう。1個しか出ないの。2倍だろ。ケチがすぎるぜ。おい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 、どうなっちまってんだい。2倍なのに1個しか出ねえっていうのはよ。いっぱいだろ、いっぱいだろ、いっぱいだろ。おいね、いっぱいだね。6個か。まあジュエル割って6個かっていうところではありますね。まあでもありだな。やっぱ2倍期間は、え、待って、3回割れるって書いてあった。ちょっと待って。うわ、え、めっちゃ金かかんじゃんこれ。ジュエルめっちゃ使うじゃん。でもめっちゃ手に入るオーブ、やば。うわー、これ迷うわ。ここから先は神聖な、私の思いに精霊たちが答えてくれ。この力が迷うわー、これ。主様にご奉仕できます。特定の条件を、どうしたらいいんだこんな報酬がもらえますよ。魅力的なやつは、私の思いに。ジュエル昨日使っちゃったよ。ガシャ回すんじゃなかった。ニュッコロが遠のく。遠のくね。ニュッコロに20連するんじゃなかったな。使っちゃったからジュエルがない。あんまりぶっ込みたかったけど、ゴリゴリぶっ込みたかったけどジュエルがねえな。やびや、これはやびや。課金するしかなくなるかもしれん。さあ時間を空けて見てみるとどうでしょう。なんか頭が丸すぎる気がするんだよな。気のせいかな。ピコ。わからん。本当にわかんねえ。えっていうのは難しいもんですね。やっぱ放課後は出かけましょう。てん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 
go! Right, the dentist, no, no! And then, I say, chun chun!だけど授業ここからは自由 to keep time やめてくれ俺を攻撃しないでくれこれ何何のパーツあ胸かトゥンドゥトゥトゥトゥイヨティステテ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 パイオツパイパパパイパイパイパパパパイパイパイパパイパパパパイ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 パパイパパパパイパパパイパパパパイパイパパパパパパイ全力でパパパパパイパンパンパパンパッパパイパイパイうん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 腕が長い長いめちゃめちゃ長いトゥ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 全力でかけてて、てんてて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 。ふん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 。ラブコールでしょリンダンデイザベステテレテイテテテイハイホイあ、やべえさっきの配信の保存しないと忘れてた出ましたね俗に言うとこのゲップというやつでしょうかこれはこれはもしかして俗に言うとこのゲップというやつでしょうかきっとそうなんでしょうお前がそう思うなんだらそうなんだろうお前の中ではなきゃー怖いこの人怖いよなんか指変だな。
腕が長い気がする。普段よりめちゃ長い。普段描く絵よりめちゃ長い。ディ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 。腕が長すぎる気がする。 Why? おい、思い出と同じね。明日でシャイニーブルーン。探そう、そう。欲張りなぞで、チン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 。配信に人がいなくなりましたよ。ヘイヘイヘイ。ティリスティティリスティティリスティティリ。トゥルルル。変じゃないか。でも腕こんなもんか。腕ちっちゃいのかな。腕もうちょっとでかくてもいいのかな。わからんにょー。ふにゅにゅー。こんな感じですな。ほほほ。ふん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 。とほほ。テレステテレステテレ。太陽キスもぶっ凍るでしょ。みんなでんでてて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 。探そう。ほう。欲張りなててて。てて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 。頑張って描きますよ。絵を描いてる最中は何も思いつかない。何も喋れないから助けてほしいよね。ヘイヘイヘイ。ディリスティディリスティデ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 ィ。欲張りになってて。
みんな消えてしまったな。もう朝の5時半ですからね。消えますよね、人は。人は消えてなくなる。人は消えてなくなる。人々は消えてなくなる。俺は配信してる意味があるんだろうか。ヘイヘイヘイ。テレステ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 。ふふふ。静か。静かですね。鳥の鳴き声を、耳を澄ませば鳥の鳴き声が聞こえてくる。そんな喧騒から離れたこの街で、僕は第二の人生を歩むことにしたんだ。チュン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 。とりあえずシャニマスデイリー終わったから帰ってきたわ。鳥の鳴き声かと思っていたら、それはビームライフルの音だった。チュチュンチュンチュン。引っ越してきたところが宇宙戦争真っ只中？あなた、私に手伝いなさい。そこで出会った美少女は、まさかのレーザーの音かよ。そこで出会った美少女は、なんと宇宙王妃？宇宙王妃と一般人のドタバタはちゃめちゃコメディラブコメ。隠居先は宇宙戦争。好評発売中。おやすみ。おやすみな。追いかけよう、追いかけようよ。こんな晴れた日は、こもれないよ、こもりたいよ。ふぅ。ある程度かけたから俺もやめようかな。一旦やめようかな。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday, happy birthday. 琴母ちゃん、かわいいよね、琴母ちゃん。めちゃめちゃかわいいよね。死ぬほどかわいいよね、琴母ちゃん。わかるよ、その気持ち、気持ち。これか。なんかもうちょいふわふわしてんな、琴花ちゃんの。ウサギはもうちょっと
ふわふわするタイプのウサギだった。衝撃の事実、ことかちゃんのウサギはもうちょっとふわふわするタイプのウサギだった。テレレーン、テレレーン、テンテ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 ンテ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 。そんなバカな、あのことかちゃんのウサギがふわふわするタイプのウサギだって、そんなことがあっていいのか。いや、断じていいな、そんなことがあってはいけないのだ。ドド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 、助けてくれ、やめろ。ドド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 ド、うわあ、へえ、トト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 トン、タコみたいな、ことかちゃん、なんかタコを極めた女性がことかちゃんと言われても過言ではないのではないか。もしかすると、もしかしてだけど、もしかしてだけど、タコを極めた女性ってことかちゃんなんじゃないの。そういうことだろ。じゃん。ああ、じゃあやめっか配信。あとは、いやでもな、今書かなかったら多分書き終えねえしな俺。ちゃんと書いてあげようかな。これやっぱ潜在的に色塗りが嫌いなのかもしれない。もしかしたら、なぜならそれは俺が色弱だからである。あ、色弱博士、こんにちはである。色弱博士の言うことは間違いねえから、俺は色弱博士が好きなんだ。やったね。人は死ぬのである。うわ、さすが色弱博士だ。絶対に当たる。色弱博士の言うことは絶対に当たるんだ。すげえや。ああ疲れた、背中が痛い。2時間書いてこれかい。2時間でこれか。俺もまだまだだな。
旦寝るか。でも寝たら今日の夜に間に合わなそうだよな。わかるわかる、間に合わなそうだよね。ツイッター見よう。こういう時はツイッターを見るのが一番楽しいんだ。疲れを感じると、あ、バリサ書きたくない？俺バリサ書きたいかもしれん。何のやる気、やる気、何もやる気が起きなくなる。さあさあ、やる気が起きなくなってしまったら、ツイッターを見よう。超可愛いよな、あれな。引くほど可愛いわ。ツイッターを見れば、うまい絵が多すぎて嫌な気持ちになる。あまりにもうまい絵が多すぎて嫌な気持ちになる。みんな絵がうますぎ、うますぎ、うますぎる。なんでこんなにみんな超絵がうまいの。助けて。無音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 が怖いよ。無音が怖くて、ただただ歌を歌う、歌を歌い続け。ヘイ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 。ちょっと休憩したら元気になった気がする。ちょっと伸びながらツイッター見たら元気になったわ。ただツイッター絵師たちはみんな絵が上手すぎて嫌な気持ちにもなるわ。助けてくれ。なんでみんなあんなに絵が上手いんだ。絵が上手いし、可愛いし。なんでなんだい？全くと言っていいほどわからねえや。どういう理由なのかがな。くえ。
こんな感じですかね。とりあえずこんな感じですかね。ラフはラフなんだよな。ラフに時間かかってんだよな。どういうことなんだよな。ラフで2時間はかかっちゃいけねえよな。あ、いけねえよな。あーい、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 アホ毛って存在しているのかい？なんかアホ毛っていうアホ毛ではない気がするんだよな。ことかちゃんってなんか一本だけはみ出てるイメージ。こういうアホ毛ではなくて、ここの毛が一本だけなぜかはみ出てしまったみたいな。そんな感じ、そんな感じ、今の私はそんな感じ。すいままいむぎっちゃらさっちゃらじっちゃらさせてるゲステンディでてれてれてー。でれれれれれれ、君も君も君も全部絶対じゃ来ちゃダメなのよ。Happy birthday to you.Happy birthday.Happy birthday to you.Happy birthday.息止まってた今、危ねえ。死ぬとこあった。危なく俺は今死を司る戦士になってしまうとこだったね。よかったよ、死を司る戦士にならなくてね。クッケッケッケッ、俺は死を司る戦士だ。最強であり無敵。つまりは敗北を知らぬということだ。わかったか。さあ、イエスさん、声が小さい。さあ、イエスさん、グヘヘ。この軍団は俺が仕切らせてもらうぞ。なんかこんな感じじゃないんだよな、ただ。なんかアホ毛的だけど、アホ毛的じゃないというか、なんというのでしょうか。とても難しいといったことですね。
Kiss me, choo 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 deep. Kiss me, choo 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 deep. 始まりはそっと。Kiss, kiss, kiss. ディ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 。はい、美少女感満載。やっぱなんか遅れ毛的なものがあるといいね。いい気がします。私いい気がします。ふう、3時間ぐらいかかっちゃうよ、ラフに。疲れた。疲れがきた。体に疲れがきたわ。助けてくれ。こういう笛あるよね。こういう笛あるよね。疲れた。軽く色塗ろ、モチベ上げよ。色塗ったってモチベ上げたろ。ほぼ同じだけど、これ絵似ている。あ、でもあれしてるのか。あ、ネックレスしてるけど見えねえや。ほぼほぼ構図っていうか、あれは同じだよ。何色なのこれ髪。赤寄り？赤寄りの色。本当は原稿しなきゃいけないのにな。
ことかちゃんの誕生日に時間をかけてしまっている。原稿やれ、ネタ思いついてないんだから。お前はどうすんだ、新刊書けなかったらどうすんだ。おみやは新刊落としたらどうすんだい。いいのか、新刊落としても。落としそう。なんかこうやって塗ると毛量が多く見えるな。なんかどっかしら開けたいな、隙間みたいな。あった方がいいのではないでしょうか。抜け感というかね、やっぱり必要かなっていうふうに思いましたゆえ。君も君も君も全部うわー、肩がやられた、飲み込まれた。テレレテレレテレレレンレテテテテレテレレレ。かわいい。うん、眉毛濃く描くとやっぱ結構太く見えるな。眉毛な、眉毛塗るともうちょい眉毛自体は細くていいのかもしれない。いいのかもしれない。今日やめるか。疲れたぜ。疲れたぜ。今日はやめます。以上。このあたりで。お疲れ様でした。朝まで見ていただいた方が。お疲れ、おやすみ。いらっしゃいましたらありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。